ショートストーリーズシリーズタイトル明日はきっと晴れる第4話月下の出会い1プロローグ夜静かな公園満月の光が木々の間を眺め冷たい風がそよぐ中に拓也はベンチに座っていた。思い描いているのは職場の同僚である沙織のことだった。沙織は会社の同じ部署で働いている明るい気さくな女性だ。拓也は彼女と時折交わす会話や笑顔を見るたびに心温まるが、それ以上の距離を縮める勇気がなかった。彼女が他の同僚たちと笑顔で話す姿を見て、少し遠くに存在を感じてしまう。沙織の距離は、職場で隣の席に座っていながらも、心の中では遠い。拓也は、ふと夜空を見上げた。満月が静かに輝き、まるで彼を見守るようだ。その時、向こうからかすかな音が聞こえた。振り返ってみると、そこには信じられない光景があった。真っ白で、ふわふわした毛並みの小さなドラゴンが、金色の目を輝かせながら彼を見つめていた。え？なんだこれ？に、小さな出会い。ドラゴンは、何も言わずに拓也の前でちょこんと座って、彼をじっと見つめていた。その優しげな目と柔らかな毛並みは、まるで彼に寄り添うかのようだ。不思議な存在に恐怖を感じることはなく、しかも心穏やかでいた。お前、俺の気持ち、知ってるのか？拓也がつぶやくと、ドラゴンは小さくなずいたようにした。拓也は少し笑って見えた。今までずっと心に抱えていた沙織への思いが、ドラゴンの不思議な力によって表に押し出されるような感覚だった。そうだよな。何もしなくては、何も変わらないよな。その言葉を口に出して、ドラゴンは一度だけ翼を広げ、ふわっと立ち上がった。その後を進むように、拓也の心にも勇気が灯るのを感じた。3. 決断の夜、次の日、拓也は決心して沙織の家に向かっていた。彼女の家は、職場から歩いて15分ほどの距離にあり、職場の飲み会の帰りに一緒に帰ったことも何度かある沙織のことを考えながら、その時の会話を思い返していた。彼女と隣の席で話していたのも、心の距離はまだ遠かった。しかし、今夜は違った。心の中には、あの白いドラゴンがくれた不思議な勇気があった。拓也は家の前に立って、インターホンに手を伸ばしたが、直前で一瞬ためらってしまった。その瞬間、頭上でかすかな羽の音が聞こえた。あの白いドラゴンが、今度はふわりと現れていた。ありがとう。拓也は小さくつぶやき、深呼吸をしてインターホンを押した。4. 告白。しばらくして、ドアが開き、沙織が現れた。拓也さん、こんな夜にどうしたの？と、驚いた様子で微笑んでいる。今、彼女との距離は手を伸ばせば届くほど近い。拓也は緊張で鼓動が早まっていたが、しばらく目をそらさずに口を開いた。沙織さん、ずっと言えなかったけど、俺、君のことが好きだったんだ。その声はドキマキとしていたが、その言葉ははっきりと伝えられた。沙織は一瞬驚いた表情を見せたが、すぐに微笑んで、優しく話しかけた。実はね、私もずっと待ってたんだよ。その言葉を聞いた瞬間、拓也の胸の中でずっと重さがすっと消えていた。沙織は手を差し出し、拓也はその手をそっと握り返した。その時、頭上を見て、白いドラゴンが月明かりの中で優雅に飛んでいた。5. エピローグ。二人は自然と並んで歩き始めた。静かな夜の街を歩きながら、拓也は心の中で小さなドラゴンに感謝していた。の中で遠く感じていた彼女との距離が、今本当に縮まったのだ。ねえ、拓也さん、なんだか小さな白いドラゴンを見た気がしたんだけど、あれって何だったろう？沙織は不思議そうに問いかける。拓也は笑って、空を見つめた。そこには、もうドラゴンの姿はなかったが、確かに存在が自分に勇気をくれたのだったと確信していた。夢かもしれないけど、私たちにとってはきっと現実だよ。そう言って拓也は沙織の手を少し強くしてた。二人は月明かりの下寄り添いながらゆっくりと歩き続けた。冷たい夜風が二人を包む中、彼の心は温かさで満たされていた。君が明るくする僕の世界、君で満たされ
した永遠を誓う。月が導く君への道、いつかこの歌を君に聞かせたい。月の下二人で導く君への道、いつかこの歌を君に聞かせたい。月の下二人で